なるぞ。わかった、ここ。ここに力入れて。もう、空手で一番大事なのはね、目だよ。試合の時にね、相手が怖いからって言って、顔を伏したらね、殺されちゃうと。絶対相手の目を見て、相手の動きを見て、ね、自分も動く。相手は、自分が怖い時は相手も怖い。相手は神様じゃない。自分が怖いなと思ったら相手も怖いよ。だからね、目をそらすっていうことはもうすでに負けだから。だからね、蹴るところまっすぐ見るようにしてください。目を大きく開いて、よし、やりたい、はい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 、ここにつかなくちゃいけない、自分の胸に。こちらも自分の胸につくのが本当だから、分かった、一撃で倒すっていうような気持ちで、分かった。だから力の強弱、力の入れ方、それが一番大事。はい、蹴るたい、はい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 、小指と薬指に力を入れる、分かった。小指の薬指相手を引っ掛けて引っ張ってくる、はい、えい、はい、はい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 、はい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 。大山増達が生を受けた1923年は世界中に暗雲が立ち込め、敗戦を予感させる殺伐とした時代であった。この混乱の時代を大山はひたすら強さを求めながら生き抜いてきた。太平洋戦争が始まり、大山は航空整備兵として従軍する。数多くの戦友たちの死と直面しながら、大山は生きることに迷い悩んだ。そんな生と死の狭間で生きる大山を蘇らせたのが空手だったのである。空手の道を全うすることを誓った大山は、いくつかの山ごもりを行い、アメリカに飛んで武者修行に励んだ。一撃必殺を求め、稽古によって五体をいじめ抜いた大山は、やがて超人として生まれ変わった。武道家、格闘家を相手に全戦全勝。その拳はレンガを割り、石を切った。世界中からゴッドハンドと称賛された大山の最強伝説は、昭和の空手史を全て塗り替えたのである。こうして大山の息吹が息づく極真空手は、史上最強の空手格闘技として世界中を席巻している。ただ一人の武道家として生涯を送ろうとした大山は、図らずも組織の長として生きることを余儀なくされた。しかし未だに大山は純白の空手着に身を包むことを忘れない。生ある限り大山の修行もまた終わることがないのである。
極真空手の精神を勧誘するために毎年春静岡県湯河原にて支部長総年部の強化合宿が行われる。これには国内のみならず海外からも多くの指導員クラスが参加する。大山はこの合宿においてはあくまでも武道に徹した技術の指導を心がけている。こういうに持っていってすぐこういったらいいわけです。よし、これをね、あの握ってこういうに持っていく。そして上にパチッと持っていったらいいわけです。こうこう、ただこれを少しやってこう入らないでパッとこういうにやって、そして入りながら客を持ってここに必ず首当てながらひって蹴っていく。3、4、8、キバ立ち、もうダウン。よし、Look here, look here. No, 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 no. Look here. よし、over there. 45 degrees. Yeah. はい、Yes. はい、スー、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 最強への道のりは決してなだらかではない。極真空手はあくまでも強さを求めるがゆえに、道場生は多くの試練に臨まねばならない。商談審査はそれらの中で特に厳しい苦行である。一番大事なのは、ね、息のね、あの吐くときと立つところ、これをよく見ますから。まだあの実際に私たちが試しをやるときもね、息のそのね、呼吸法によってね、物が割れたり割れなかったりすることがあるんだから、あの人が倒れるときもそうです。これ一番大事なことよ。相手の呼吸をこう足して喧嘩するときに、そうよ、こう足して吸おうとするときに、そのタイミングが難しいんだよ。そのとき叩いたらね、脇腹叩いたら必ず息できないんだから。これが際立ちです。こういうだってね、下腹に力が入っていないから、これ崩れちゃうから。わかった？おっす！おっす！6、7、8、9、10、4、5、6、7、8、9、30、地力本願の傾向によってね、石を割る。石を割るんじゃろ、石をこういうふうに握って折っちゃうんだから、これぐらい握力がなるよ。この練習で、この逆立ちで、この逆立ちでだよ。別に機械いらない。石をこう持って割るんですね。石をこう持ってうってやったら折れちゃうんだから、折れちゃうんだよ。石をね、手で割るんじゃなく、石を持ってそのまま折っちゃうのよ。それぐらい握力が強くなるよ。握力の強い人間がね、速さだけあればね、叩いたら必ず相手死ぬんだから。こういうことを念頭に置いてね、精進してもらいたい。地上最強の、昨日も申し上げたように、地上最強のね、格闘技があるとするならばね、それはね、何でもない。空手だよ。その空手の中でも最強に強いのはね、極真だよ。だから極真できるよ、君たち。君たちできるよ。
選手権大会いくらでも叩いてもね倒れないのは君たちのね握り方あでから。三四地力本願の稽古を一生懸命やってください。ポデベルの戦隊ってねあんなことやったってね強くなりやしないよ。これはねもう私の長年の経験だ、半世紀の経験の上において言うことだよ。やっぱりね力があってね技がなくちゃダメですよ。そして速さがなくちゃいけない、そういう意味合いで非常にそういうものを今見てますから、本当にこれは、ね、力あるのかないか、これは本当に速いか速くないか、これはうまいかうまくないか、そして正しい空手の理念に基づいて本当の技量をね収めているかどうか。これがね華麗なる組手だ。相手の突き蹴りはね全部な受け流す流水である。すなわち自分のね突き蹴りはね間違いなく相手の強敵に当たる。華麗なる組手をやらなくちゃダメよ。地獄の商談連続組手、次々に向かってくる相手に対し妥協のない攻撃を続けなければならない。自分自身を地獄の淵に追いやり、彼らはそこで何かを掴もうともがきにもがくのである。ちょっと待って、ボス大丈夫か。ボス大丈夫です。私見える？ボスちゃんと見える？ボス。平気なマシリ。マリ。ああ。ちょっと動かさない。動かさない。空手が一番強いんだよ。それはね、何も持たないし、何もつけないから空手が強いのよ。片手で逆立ちができるぐらいになればね、それぐらいのね、腕力の腕の力のある人だったらね、牛殺すよ。牛を一発で叩いてしまおうと、そして牛がねもう倒れるようなね、ちょっとそういう手しか出てきてもらいたいよ。